どうも、メイフェスのリタです。岩です。ダムーラでーす。カッシです。まあ、急遽っちゃ急遽っすね。急遽ですね、はい。カメラを回していますと。はい。現在の時間がですね、深夜の4時です。イェーイ。で、なんでこんな深夜の4時に急にカメラを回し始めたかというと、これから寝て朝早く撮影とかいろいろしようかみたいなミーティングをしてて、まあ、やってたんですけど、ちょっとやべえ企画をなんかみんな話し始めて、俺的にはまあ結構何言ってんのって感じではあったんですけど、みんなも深夜テンションでなんか乗り気になっちゃって、この企画が始まりました。はい、寝坊したらお留守番温泉旅行。イエーイ。これから、まあ、みんな寝てもらってしっかり、はい、まあ、朝の7時に起きてもらう、7時までに、うん、はい、まあ、3時間しかないんですけど、はいはいはい、なんと温泉旅行に行けると。今日最高だ、最高だ。で、あの草津温泉です。うわ、僕ら住んでるとこが3時間ぐらいかかるんですけど、はい、まあ、それでももう行きたいと。温泉は行きたいよ。ただあの寝坊したらお留守番っていうのは、うわ、あの7時までに起きれなかった人は強制的にお留守番。わあわあ、まあ、結構細かいルールがあるんですけど、時計禁止です、まず。うん、起きるのに。つまり時間を把握できないのと、まあ、アラームとかそのスマホでかけられないっていう、うん、自分で気合で起きるっていうことしかできない。なるほど。なるほどね。だから全員起きなかった場合はシンプルにボツだから、それだけは絶対にやめてっていうお話。そこなんだよな。いや、マジで怖えな。そう、だからといってずっと起きてんのはそれズルになるんで、はい、絶対に、まあ、寝るっていうのはルール、うん、まあまあ、っていうかシンプルに多分爆睡します。する、ね、100%、うん、全員起きるとするじゃないですか、7時までに。それはそれで、まあ僕たちの中のあのおもんないとなったので、一、うん、人は絶対にお留守番になってしまうというルールです。そうですね。だからまあ全員6時半に起きたとしても順番ってあるじゃん、うん、100% 同時で多分ないんで起きるのが。そうですね。一番最後に落ちた人がお留守番して、あのこの動画を編集してもらうと。効率よ。で、あとはあれですね、今しか起きなかった場合。なるほど。あの岩は唯一車が運転できないんで免許ないんで、はい、一人で歩いて行ってもらいます。よっしゃー。なんで歩きやる。出発するのは7時だっけ。あ、そうです、出発するのは7時。まあ6時半とかそれこそ5分前とか10分前とかに起きたら、車で待ってんじゃなくてここで待ってください。うん、わかりました。リビングで、あの定点でずっと回してくんで、リビングに、はいはいはい、でリビングに来てもらって、まあそこで待ってる人が2人いたら一番気持ちいいやつね。うん、はい、そうね。ギリギリ3人目になれたら、はいはいはい、マジで行きたい。温泉マジで行きたい。マジで行きたい。だから俺らそれなかったらこの客やってない、うん、確かに。草津温泉に行けるっていうモチベだけでこのわけわかんない企画を回したっていう。いやー、まあ、というね、ワクワクしながらハラハラしながらドキドキする企画を本日はやっていきたいと思います。ありがとう。というわけで早速やっていきましょう。タイム絶対起きるぜ。やっほい。はい、というわけで、あのもろもろね、起きてすぐ出れるようにバッグとか荷物準備したんで、はい、これから寝るだけです。はい、はい、あ、そっか、携帯置かなきゃか。はい、ね、はい、持ってきてます。持ってきてます。はい、置きました。で、時計もここに置いとくんで、来た人がこれで確認する。はい、じゃあ寝ますか。はい、そうだね。おやすみなさい。マジで一人はいけないっていう、うん、怖いね。絶対一人はいけないからね、うん、はい、絶対行こうな。マジで行こう。なんとか。俺マジみんなでっていうことは、今回なんか俺らよくわかんないけどできないけど、うん、俺はそれできないんだけど、まあみんなで行こうっていう気持ち。そうね。で、一人の人はもうかわいそうだけど、編集頑張って。はい、編集頑張れ。未来の誰か一人編集頑張って。頑張れします。お疲れ。じゃあみんなおやすみ、健闘になるよ。はい、はい、はい、よし、寝るか。寝よう。はい、じゃあおやすみ。おやすみ。はい、ということで作戦みたいのをちょっと話そうみたいな話になって、まあ、僕の作戦としては、まあ、結構普段からやってることがあるんですけど、寝る前に3回呪文を唱えるみたいな。今回7時だから絶対7時に起きる、7時に起きる、7時に起きるみたいなのをやると、もう体が勝手に起きるみたいな。これをなんかね、小さい頃っていうか、まあ、学生の頃からなんか聞いてね、ずっとやってて、まあ、なんか起きれることもあるんですよね、それ、まあ、結構僕そういうの信じちゃうタイプなんで、それでいこうかなっていう。あとはこの寝る前、さっきまでカフェイン僕ガブ飲みしてたんですよ。なんでカフェイン飲んでお昼寝すると目覚めいいみたいな、ちゃんとパッと起きれるみたいのもあるんで、カフェインガブ飲みして、で今めちゃめちゃ眠いんでちゃんと寝れるんで、でなんだかんだそのカフェインの作用でちょっと起きるんじゃねみたいな、結構緩い感じというか、もうこればっかりは作戦っていうか、もう気合しかないと思うんで。どうしよう。え、マジで行きたい。温泉本当に行きたい。
もうほんと僕は気合い論でやっていきたいと思っておりますね。うん、というわけで、ピースの角度は22度、はい、ということで僕の作戦を発表したいと思います。僕はですね、電気をつけたまま寝ます。僕の特性でですね、電気ついてたら絶対に3時間以上寝ないんですよ、僕。これね、経験でも分かってることなんですよ。今から寝たらちょうどいい時間に起きるんじゃないかなっていう僕の作戦です。明日の温泉はいただきます。ルナトーン北風部屋チームでーす。はーい。まあ、チームではないんですけどね、僕ら。あ、そうだね。はい。本当に、2時間とかでパッて目覚めるときあんのよ。うん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 。で、今日のテンション感で、あ、起きなきゃっていう感じだったら起きれるから、うん。俺はそのたまにが来たら起きれる。うん。なんか結構気合説かなっていう。うん、あとは、あれだよね。よく言われるじゃん。念じるみたいな、起きる起きる起きるっていう。あ、そうだね。気合のゴリ押しで行きたいかなっていう感じやね。うん。まあ、もうそこを寝て、起きましょう。はい。じゃあ、カズシ起きたら俺のこと起こしてね。え、それは起こさない。ルール違反だし。あ、そうか。そう、企画的にはね。まあまあまあ、そう。うん、起こしたい気持ちは山々なんだけどさ、うん。俺は起こすから。じゃあ、寝る前の一言お願いします。はい。ヒロアカのおしめは剣道さんです。失礼します。そうだったっけ？時間7時っつったんですけど、誰か来るの待ちます。さすがになんか逆に罰ゲームなんで、ここからビリー一人誰になるのかっていうのをちょっと待っていきたいと思います。これであまりにも何時間も来ないようだったら一人で行くか。負けました。
いやー、あのね、だいたい、まあ予想通りって予想通り説はあった。うん。もう今も絶対無理だなと思ったわ、あの感じ。でもなんかさ、間に合わなかった割にはなんか意外と筋代っていうか。あー、まあ、うん、結構許容じゃない？うん。許容だと思いますよ。ちょっと申し訳ないですけど。30分。はい。30分合ってないっていう。まあ多分ね、あいつはあいつで本望だと思うよ。いっぱい寝れっから。はい。カズシがね、1、2時間睡眠無理だから。いや、無理だね。確かに。なんなら多分これ昼間寝てる可能性ある。いや、うん。全然あると思う。普通に、あの、バンディが心配っていう。確かに。編集しろ、早く。もう編集してください。じゃあ、草津合わせ、レッツゴー！マジかー。これ3人行ってんじゃん。携帯ないもん。うーわ、惜しいじゃん。あと1時間前ぐらいに起きてれば。あー、すっげーひでえ顔、うん、マジか。一人って辛いな。草津行けないのも辛いけど、一人が辛いね。いや、惜しい。8時今8時20分だ。嘘やん。嘘やん。じゃあ編集しますか。先にじゃあ草津ではなく、草津の温泉ではなく、シャワーでも浴びましょうかね。現在の時刻、8時半ぐらいなんですが、はい。サトシ君から電話が来ました。おぉ。あちょっと折り返してみたいと思います。あー。おはようございます。おはようございます。あ、今高速乗ってます。ああ、もう音一切聞こえなかった。うわ、やられたよ。何もやってない俺らは。うわ、寂しいよ。写真撮ってきて。写真撮ってきてって、写真を見て。体癒してきてよ、マジで。気をつけてね。はい、何も事もなく、何事もなく祈ってます。はーい。はい、というわけで片道3時間かけて草津温泉着きました。イエーイ。北村お疲れ。うん、あ、お疲れ。ありがとうね。いや、全然楽しかった。なんつうの、これは別に遊びに来てるわけじゃなくて仕事だからね。まあ、しょうがなく入るんだよ、温泉は。そうそう、温泉卵食べて、まんじゅうも食うか。で、温泉入ってサウナ入って、まあ、そばも食いたいな。そうです。で、あとお土産とかも買って、あ、卵こんにゃくも。卵こんにゃくってね、そこら辺の女の子42人になった。じゃあ草津温泉堪能していきましょう。イエーイ。これから来る新時代、私は誰も信じない。バーイバーイ。北原さん、はい、草津でやるのはずい。まあ温泉入って、まあ、ご飯とか食べてって感じかな。はい、堪能としては、ね。うん、まあ、平日のど昼間だからさ、うんうん、本当いないね人堪能するよ。買うしな、悪いけど。ああ、今日一泊ですか。4ね。あ、4泊で、そんな金はないんで、はい、どうにか逃げます。おっと、これは迷惑じゃないですか。どうですか。いや、迷惑かどうか俺が決めるから。はい、迷惑です。ですよね。ですよね。こいつらおもろすぎ、俺の仲間。え、取り残されたカズシです。こんにちは。まずはね、編集もしていきますけども、まずは、ね、大量にある、洗濯物を干していきたいと思います。取り込んできた洗濯物こんなにいっぱい。ね、わかる？これ以上に、こんだけいっぱい、あるわけよ。ね、こんな大量にね、ドラム缶かっつって！ドラム缶かっつって！な？これを干していきます。寂しいんじゃないのなんつってね、思ってる人もいると思いますけども、あのカメラの向こう側に今日いろいろ協力してくれる JRP、 ジャガノール東日本です。ジャガノール東日本、はい。洗濯物をやって彼らのあのね姿を書いてくるまでこんちくしょうと思いながら物事進みたいと思います。どういうこっちゃねん。な、どういうこっちゃねん。ジャガポー、はーい。シートにしようぜ。いいよ。
水図鑑んどころどっそい意見武者蘇生は禁止カード土管ねえ集中したいからさ編集にありがとう。ああ温泉を目指してこの激坂を登ってます。でもあそこの建物に女の子入っていきました。いや気持ち悪い。お前アルバイトかな。気持ち悪い。足湯ありますね。ね、でもねここで足湯使ったらこれから入る温泉のありがたみがね薄まるぜお前。なるほどね。あと寒くなる。やっぱりめっちゃ綺麗。女の子と来たかった。リタ今日めっちゃ綺麗。俺かい。クッと可愛い。俺かい。景色じゃないんかい。リタいっちゃん綺麗やで。俺かい。めっちゃ気持ち悪いやん。抱きしめてやる。超綺麗だな。え待ってよ。やべ休み時間俺。ちょ次体育だよね。ちょ温泉来る。めっちゃのんきで学生やな。じゃあ温泉入っていきましょうか。やったぜベイブ。温泉入ってきました。いや気持ちよかったね。気持ちよかった。最高だった。さすがに温泉すぐ出たところにこう喫煙所、まあ、ここに灰皿あるんですけど、はい、あったんで、で人も誰もいないんでちょっとカメラ回しながら日本パーチーですね。日本パーチーで風呂上がりのね、最高やね。で見て上結構なんか渋いんだけど。渋い。めっちゃ渋いっすよ。えこれ何のシーンだろうね。え待って、自然を見ながらの露天風呂、はい、上がって大自然を見ながらの一服、うん、帰りたくない。マジ帰りたくない。でも顔決まってるやん。やばい。しちゃってるって。意識飛びそう。いやこればっかりは、まあ、企画とはいえ、うん、結構カズシに同情するわ。うん、ねマジドンマイって感じ。大抵。まあでもやれなかったんだね。ちょっとギリギリの男。ほらこの景色を見ながら一服してるんですよ。いや俺熱海さちゃんと大人になってから初めて来たかも。熱海じゃないもん。バンもう怖いって。今リアルでしょ。えボケ？何草津の。え待って。リサやばいって。違う。熱海とか行きたい。北村普段ボケるけど今のトーンは俺ガチだと思うんだけどどう？流れの付き合いから。流れの付き合い的に。だって完全温泉イコール熱海ですよ。次熱海編にしようぜこの寝坊のやつ。ね。あいいっすね。じゃあ飯食い行きましょうか。行きましょう。はい。やったぜ。はいリンタリン。何ですか北村さん。来ました吾妻植物園。なんか買うんすか。はい僕が狙っているのはこちらの草津温泉。あの傘ね。はい、え安いよね1800円でこういうの。めっちゃ安い。あの子供ペンギン帽子が。子供ペンギン帽子これカズシやな。ああ北村めっちゃ似合ってたよね。そうどうせ買うから被ってみろ。あのねこんなあこんな似合うやついるんだって話したんすよ。はい、このねあのパーカーグッチで傘似合うやつは多分北村だけ。これマジ欲しかったんや。買いなよ。無購入です。いいよ。雨しのげるよ。父さんこれ欲しいです。ありがとうございます。お金利田だ。金利田の貯金箱。金利田ってなんだ。金利田の貯金箱。早起きするもんやね。うん、まあ寝坊はしてんだけどさ。確かに。はずお前マジではずいわグッチに傘を。舞茸にしたいな。行ってもモテるんだこいつな。行ってもモテるわ。うん。これはカズシ喜ぶと思います。赤で雷門でキラキラ。僕は緑でいいです。あーそれかわいいわ。うん、というわけではい、まあ、いろいろお土産買ったりとかしてもう十分堪能したんで、はい、まあ僕たちも全然この後仕事あるんで早く帰ります。これからまた、3時間ほどかけて帰ってきます。はいまい。イエーイ。監視今から帰るわ。あ、はいまい。
ただいま。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 おかえり。パシ？はい。ただいま。おかえり。いや、全然目合わせてくんないじゃん。めっちゃいじけてるやん、マジで。ありがとう。ありがとう。ありがとう。お疲れ。うん、楽しんできた。うん、楽しんできた。うん。めっちゃ楽しかったね。まだ旅行気分でやってるから。楽しそう思った、マジで。寂しいかなと思って、お土産買ってきた。あ、ありがとう。え、何それ？バッチリ。多分喜ぶと思う。マジ？箸です。だね。はい。俺はこれ、一緒に。お、いいね。うん、緑の。青。青キラキラ。いや。黄色がなかったから、なんか、すごい。朱色みたいな。で、歌詞はこれ。やべえよ、歌詞。ちゃんと喜んでほしいやつやるだから、うん、なんだろう、これかまど炭治郎じゃないよね。雷門か。へえ、かっこよ。かっこいいっしょ、赤の光沢のやつ、うん、ね、光沢やん。俺らってね、意外と自分の全然ないから、うん、これちょっといいねやつね。そう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 、初めてこんな値段の箸買ったわ。いや、ほんとだよ。あのね、箸ってめっちゃ高くて2,000〜3,000円ぐらいはもう結構するでしょ。するやつも。ありがとうございます。そうってな感じで、うん、てな感じやね。はい、旅終了です。はい、お疲れさま。お疲れした。お疲れさまでした。なんか申し訳ない気分になったけど、まあしょうがないよね、企画だから。まあしょうがない、企画だからしょうがない。そうそうそう、これはもう誰がだってこうなるか分かんなかったんだ、うん、本当に、半分ちょっとやばいなと思ってたし自分。最初マジで寂しかったし、うわー孤独感やべえと思ったんだけど、うん、なんか 1,2 時間して一人堪能しましたね。え、待って。え、それお前のインゴだろ、どうせ。米語版のことでしょ。ベゴ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 。ベゴマの方が。勘違いしないでよ。そうそうそう。そうね。希望もう戻ろうぜ、草津。なんで俺映してんの、お前は。はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次は、熱海編で。イエーイ。